んな同じだ。こんなにお金かかるなんて聞いてないわよ私。料金プランのご説明の際にお話しさせていただいてるはずなんですが、機種代がタダなんでしょ。なのになんでこんなにお金かかるわけ。ですから機種代が無料というわけではございませんので、ご契約時にお話しさせていただいてるはずなんですが。聞いてないってば。はい、うん、うん、はい、はいじゃなくてさ、お金返してね。もうこんなんだったら契約ももうやめたいんだけど。ご契約の解除となりますと、またその分料金が発生してしまいますが。なんでよ、変でしょそんなの。申し訳ありません。その点に関しましてもご契約の際にお話。しつこいわね。だいたいあんたさっきから適当喋ってんじゃないのねえ。ちょっと笑ってんじゃないわよ。おい、大変申し訳ございませんでした。は、失礼いたしました。どのようなご用件でございましょうか。私が承りますので。ああ、ちょっともう、あ、どうぞこちらへ。なんですけど、どうぞ。失礼いたしました。はい、大変お待たせしました。携帯壊れちゃって周辺したいんですけど、どれがいいか分からなくて、どれでも同じような気がしちゃって。ご希望の機能などはございますか。そうしましたら、お客様に合った機種を選べる簡単な診断サイトがございますので、お試しになりますか。選んで。はい、選んでください。西森さんが。そうしましたら、まあ、今人気のものですと、まあ、こちらとこちらになるんですけども。じゃなくって、はい、一つ選んでって言ってんの。申し訳ありません。お客様の使われるものですので。お客様の言うこと聞くのが仕事でしょ。西森さんに選んでほしいんです、私の携帯。ありがとうございました。なんでこれにしたんですか。理由なんかね。ありがとうございました。